私の名前はダトリー。この道30年のベテラン船乗りだ。準備完了です、船長。なんだか胸騒ぎが。いや、なんでもない。1884年5月、このミニョネット号でイギリスを出航した。目的地はオーストラリアのシドニー、約 24,000km の大航海だ。このヨットはシドニーの弁護士がレジャー用に購入したもの。おいおい、こんな小さなヨットで。ま、俺の経験があれば問題ないか。お客様の元へ遠路はるばる届けるために俺たちが借り出されたってわけさ。乗船するのは船員のスティーブンとブルックス。天候にも恵まれて順調そのものですね。ああ。そして見習いのリチャード。リチャード・パーカーです。よろしくお願いします。航海経験の乏しい若造だが、まあ休止係くらいにはなるだろう。航海は男のロマンだ。刻一刻と変わる気象条件や潮流を読み即座に対処する。風が強くなってきた。砲を頼め。えい、お前はなんだ、茶でも入れてくれ。はい。大自然を相手に困難を乗り越えていく達成感は何者にも変えがたい。航海は2ヶ月間順調に進み、喜望峰のあたりに差し掛かっていた。やっと落ち着いたか。船長、お茶できました。うわ。だが時に大自然は我々の想像をはるかに超えたパワーで襲いかかってくる。レジャー用のヨットなどひとたまりもない。突如起きた不測の事態だが、こんな時こそ冷静に判断するのが一流の船乗りだ。浸水だ。このままではあと数分で沈没する。緊急避難だ。操船不能になったミニョネット号に見切りをつけ、我々は救命ボートでの脱出を決断した。こうして命からがら全員揃って沈没船から避難することができたのだが、逃げるのに必死で食料を運び出すことができませんでした。救命ボートに搭載されていた非常用の食料は缶詰がたったの2つだけ。他には食べ物どころか飲料水すらもなく、助けはいつ来るかわからない。貴重な食料だから数回に分けて少しずつ食べよう。たった2つの缶詰は4人で分けると数日持たずにあっという間になくなった。その後は絶望的な空腹に襲われながら、わずかな雨水を採取していたのだが、ウミガメだ、ウミガメを捕めろ。漂流5日目、近くを泳いでいた大きなウミガメを捕まえることに成功した。餓死寸前だった私たちはウミガメの肉をむさぼってなんとか急場をしのいだが、くさ、もう食べられる部分がない。腹減ったな。それも漂流18日目には完全に底をついてしまった。2週間以上も海を漂流し、これまで一隻の船も見かけていない。何か手を打たないとこのまま全員餓死してしまう。晴天が続いて雨水を飲むこともできなくなり、私は苦渋の決断を迫られた。そして漂流から19日目、このままでは全員が死ぬ。くじ引きで誰か一人犠牲者になるものを選ぼう。船長。私は船員たちに仲間を一人選んで殺害し、死体を食べようと提案したのだ。そんな、仲間を殺して食うだなんて。では君はみんなで仲良く餓死する時をただ待とうというのか。それは。この状況を生き延びるには誰かを食べる他に選択肢はない。結局その日は話がまとまらず、くじ引きをすることはなかったが。おい、やめるんだ。ああ、無理だ。喉が渇いて我慢できない。私も予想だにしなかった事件が起こる。漂流20日目、休止係のリチャードが乾きに耐えきれず海水を大量に飲んだのだ。何があっても海水は飲むなとあれほど言ったのに。海で遭難して海水を飲むことはすなわち死を意味する。海水の塩分濃度は体液よりも高いため、海水を飲むと体内の塩分濃度が上昇し、またもっと水をくれ。上昇した塩分濃度を薄めて元に戻すため、余計に水分を欲するようになってしまう。浸透圧が上がるせいで細胞内に保たれていた水分が外へ出ていき、脱水症状で地獄の苦しみを味わう。リチャード、しっかりしろ。海水を飲んではいけないというのは船乗りの鉄則だが、この極限状態で彼は我を忘れたのだろう。しかしこれが逆に事態を好転させた。どの道彼は死ぬ。我々3人が助かるために彼を食べるべきだ。俺は賛成だ。そんな。彼が瀕死状態に陥ったことで死のくじ引きをする必要がなくなったのだ。それに彼は最年少の17歳で、帰りを待つ妻子もいない。あんなら、それでも人間かよ。私には船長としての責任がある。船員を全滅させるわけにはいかない。地獄のような空腹が私を悪魔に変えた。
次の瞬間、私はためらうことなく彼の喉をナイフで切り裂き、すまない。気がつけば彼の首元に顔をうずめ、吸血鬼のように彼の血をすすっていた。最後まで反対していたブルックスも結局本能のまま彼の血を吸い、その後我々はリチャードの死体を解体して3人の食料にした。こうして私たちはなんとかまた生きながらえ。船が、おい助けてくれ。漂流から24日目、偶然近くを通りがかったドイツの貨物船に無事救助された。しかしようやく帰国が叶った私を待っていたのは厳しい現実だった。お前を殺人容疑で逮捕する。船での出来事を自白すると私は殺人罪で警察に逮捕されたのだ。弁護を引き受けたコリンズは緊急避難の理論が適用されるべきだと主張。仮にリチャードが死ぬのを待っていたら血は凝固して飲めずに全員が餓死していたはずです。緊急避難とはたとえ犯罪行為でも助かるためにやむを得ず行った行為であれば罰しないという考え方だ。しかし当時この理論は確立されていなかったため、被告を死刑に処する。そんな、俺たちは無情にも極刑を言い渡された。俺は間違っていたのか。おいダドリー出ろ。だが絶望し全てを諦めかけたその時だった。お前はビクトリア女王の特赦により禁錮6ヶ月に減刑だ。な、本当に、本当ですか？この出来事はイギリス中で大きな物議を醸し、多くの人が俺たちの無罪を主張し声を上げてくれたのだ。こうして俺たちは無事刑期を終えて釈放され社会復帰することができた。リチャード、本当にすまなかった。だが無罪になっても仲間の命を奪ったことに変わりはない。この事実は一生背負っていかなければいけないだろう。さらにこの話には奇妙な後日談がある。例の事件はこの小説の模倣ですか？一体何の話だ？この事件の一部始終が50年も前に出版されたエドガー・アラン・ポーの小説に載っていたのだ。小説は海で遭難した4人の男がくじを引き、急死係を殺害して食べるという内容で、しかも、リチャード・パーカー！役職と名前まで同じだ。私が殺害したリチャードと小説の中で死ぬ男が全くの同姓同名だったのだ。つまり今回の事件は約50年も前に予言されていたことになる。船長、俺、鳥肌か？ああ。これがただの偶然か、運命のいたずらなのか、それとも、当事者の私にもわからない。